で、パセリを振ってください。どうも、ジェネリックモコミチです。本日はパスタですね。パスタといってもですね、僕ね、カルボナーラのレシピすごいいっぱいあるんですよ。僕のカルボナーラはね、108式まであると。今回はですね、まあその中の一つですね、納豆カルボナーラです。結構納豆好きなんですけども、納豆とカルボナーラ合わせてうまいのかっていう疑問あるんじゃないですか。これねめちゃくちゃうまいんです。なんです今回はですね、非常に中毒性のある納豆で作る和風カルボナーラ、いかがになっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料いきます。まずね、納豆ね、で今回ね、ひき割り使うんですけども、ひき割りなかったら小粒納豆を包丁で刻んでいただいてもいいんで、どっちでもいいです。今回は、ね、ひき割り納豆あるんで、ひき割り納豆を使っていきます。で、パスタが細いよりちょっと中太くぐらいがいいんで、7分茹でのね、ママのやつ使っていきます。あと卵が1個、あとベーコン 40g、 玉ねぎが1/4個ね、 50g ぐらいですね。で、ニンニク1個、あとバターが 10g、 あとは調味料ですので、概要欄チェックしてみてください。今回のですね、納豆カルボナーラはですね、納豆好きからしてみると非常に中毒性が高いものなんですね。作る上で何が重要か、中毒性というのをね、ちゃんと理解した方がいいかなと思いますので、中毒性の高い飲み物を飲んでいきます。ハイボール、回れ回れメリーゴーラン。ということで、今日はハイボールを飲んで夢中になっていきます。乾杯。くー、ということで、じゃあ夢中にしちゃうぞ、みんなを。ベーコンはね、これぐらいの細切り、ちょっと太めの細切りにします。玉ねぎなんですけども、玉ねぎね、これ4分の1あるじゃないですか。これね、繊維に逆らって切ります。その方がね、火が通りやすい、こんな感じで。で、ニンニクね、これをですね、潰していただいて、ベーコン味を作って、玉ねぎはですね、甘みですね、甘みとコク深さをやって、で、香りがこのニンニクになります。はい、全てね、緑色食材っていうのは役割があるんですよ、皆さん。なんとね、今回ね、結構下ごしらえは簡単なので、これで、大体 OK でございます。はい、まずね、ソースだけ作っていきますからね。お湯は沸かしといてください。手慣れてる方は今の段階でパスタ茹でちゃってもいいんですけども、まず慣れてない方はパスタソース作ってから麺を茹でる方が失敗少ない。オリーブオイルね、小さじ2杯、これぐらいですね。で、ニンニクを炒めて、香り出していきます。これね、ちょっとあの弱めの火の方がいいです。すぐ焦げちゃうからね。ベーコンね、炒めて、ニンニクもちょっと色づいてますね。そしたら、もう玉ねぎも入れちゃう。玉ねぎぜひ入れてあげてください。甘みがあってね、すごくね、あの美味しくなりますんで、ここでちゃんと炒めていくのがポイントですね。はい、玉ねぎがしなっとして、ベーコンがチリッとするまで炒めていく。お酒大さじ1杯です。風味付けで入れると非常にね、いいのでね、お酒の香りをちょっとこのベーコンとか自在に移します。移していきますよ。そしたら今度はひき割り納豆ですね。はい、納豆って炒めたらあんまり良くないって皆さん聞いたことありませんか。納豆キナーゼっていう酵素がね、熱を加えることによって死ぬって言われてるんですけども、納豆って納豆キナーゼっていう酵素だけ注目されがちですけど、実は他の栄養素の方が高いんですよ。炒めて、失われるのはですね、基本的に納豆キナーゼがほとんどなんですね。納豆キナーゼが失われても他の栄養素が、タンパク質がいっぱいいい栄養素がありますので、そっちを取るように心がけてください。その方が建設的です。そしたらバターを入れます。で、ここに白だしね、小さじ2です。このパスタソース、これ最高に美味しいですから、これだけできたら麺を入れます。
で、沸騰したったお湯でございます。ここにね、塩分濃度 1% ぐらいの、塩を入れます。お塩ね、入れたらね、味見してするんですね、茹で汁。スープとして美味しいなぐらいの塩分になったら、これで茹でちゃって平気ですから。はい、7分のパスタですから、まあ6分半ぐらいね、30秒前にやっていただければいいので、これで茹でていきます。6分間茹でありましたので、さっきね、冷ましておいた納豆だれですね。そしたらもうこのままもう箸とかで入れちゃっていいです。はい、もちろんね、こうやっていくと煮汁ってね、結構ついてくるんですけども、あのね、煮汁が少しあった方が、あのパスタってね、いいんですよ。今わかりますかね、これ、あのすっごい麺が乾いてんの。で、ここに煮汁を入れていくんですね。茹で汁か、だいたいね、大さじ2ぐらいでいいと思います。はい、そしたらほら、わかります、あの急激にこの納豆との絡みが良くなった。で、ちょっと味見します。この時点であんまりにも煮汁が少ないなと思ったら、もうちょっと追加していただいていいですかね。ここは小さじ半分、だから2半ですね、2半入れましょう。この感じでございます。そしたら、で、別に小粒でやっていただいてもいいんですけども、このね、パスタとの絡みを考えると、この引き割りの粒の大きさが一番僕は最適かなっていうふうに思ってますね。さっきめちゃめちゃおっぱいしてたけど、ちょっとこのパスタ好きだから、ちょっと用意さんにしようか。でも、これ作ってほしいっすね。マジでうまいっすよ、これ。で、チーズ入れてもいいんですけども、食べてからチーズ入れた方がいいと。いいですね。160cc の水に、ここに卵白入れるんですよ。はい、あの、かんましてください。で、電子レンジ2分ぐらいで、温めてる間に胡椒ね、黒胡椒で、パセリを振ってください。はい、お願いします。なんですけども、600ワット1分20秒で卵白が固まって、結構いいジャンプになってきたので、で、ここに醤油を一回しね、ではいただきたいと思います。いただきます。絶対うまい。俺が求めていたもの、これでした。皆さん、納豆の粘り気がパスタ全体に絡まってめちゃめちゃ濃厚になってます。白だしとバターの相性が最高。原型はカルボナーラの感じなんですけども、濃厚で深みのある味わいになってます。納豆の臭み全然ないですね。ひわりを使ってるので、麺一本一本にひわりが絡んでます。ちょっとコンソメスープを飲んでいいですか。うん、うまっ。じゃあチーズ、チーズと味変いきたいと思います。カルボナーラなんで、チーズがないとダメなんですよ、本当は。この納豆の粘りがチーズの代わりになってるっていう風に感じてください。あ、これ深みが半端ないわ。これ店で出せるな。じゃあ、いきますか。食べチャンス、トッティ。あ、バズレシピのトッティが来てる。トッティした、トッティです。いただきます。うん、おお、こういう味なんですね。うまっ。あとちょっと質問いいですか。ちょっと待って、今まで質問したことなかった。なんで今日そんなにやる気なの。疑問があって、からしと醤油入れないじゃないですか。入れちゃうと、ちょっとあれが味が変わっちゃう。いや、入れてもいいよ、入れてもいい。付属のタレを活用するんであれば、白だしを半分ぐらい減らして納豆のタレ入れて、で、やると結構同じ、近しい味になる。で、もしあれだったら今味見て、ちょっとここに、はい、うん、カルボナーラとからしちょっと、あー、でもこれ合うかも、ちょっと、お、うん、合う。うまい。全然ありっすね。あ、いいね、うん、うまい。なるほど、ありだね。全然うまい。うまい、うまい、うまい。さすがトッティ。ナイスアシスト、ありがとうございます。なぜか納豆レシピの時だけやる気がすごい。よし、やめちゃった。 OK です。ありがとうございます。納豆漬けが夢中になるこの納豆カルボナーラ、最高に美味しい。ぜひ試してみてください。いただきます。よし、
納豆大好き達也。納豆大好きです。いやでも僕たまにやりますよこれ、市販のやつやります、冷凍食品。俺のでやってよ俺のでやってよ。冷凍食品のパスタに納豆を入れる。市販の冷凍パスタに納豆入れるの。おお、まあ、あれはあれで美味しいんですけど